な曲ですよね。まずこの音型ですね、アラベスクって皆さんもご存知でしょうけども、こう幾何学模様の、こういうような絡みやったね、唐草模様だったり、そのアラベスクの感じがラガタガタとかこうあの模様がこう絡み合うような感じが、それで、これまずね、みんなちっちゃい子あの下手するとそれこそ就学時前とかも弾く子いるかもしれないんですけども、何がやっぱり難しいかって言うと、これがねやっぱり独立して、でしかも16分音符の音歌なので、これをきちんと独立して聞こえてきて、でしかもタカタカタンってこうまとまって弾くっていうのはすごく難しいと思うんですね。どうしてもなんか締め付けちゃう子もいれば、こう音がこう逃げちゃって、であとやっぱり くっついちゃうんですね、この瞬間瞬間がくっつくっていう、このねやっぱりいろんな現象がこの16分音符っていうのは起きるところなんですね。で特に左手のこれとかもね、トコトコトントコトコトンってこう喋りながらラガタガタンってこう一つのフレーズにするってとっても難しいと思うんですね。ちょっとね、前奏なしでいきなり弾いてみてください。せーの、何ら問題ないんですよ。それってもう始まったらこれ、じゃあ何のための前奏かって言ったらね、これでもって調整と拍子をね演出してるんですよ。ワンタンタンタン、もうこの2つでもって2小節でもって4分の2でアーモールって分かるように弾いた方がいいですね。それを伝えましょう。でこれから何か入るぞっていうような演奏ですね。前奏お願いします。せーの、やっとドルン、そういうことですね。でいざない方はうわーって膨らめるか絞っといてテーマを呼び込むか、これは自由ですね。それで、これ見ていくと最初のこの部分、ちょうどねソナタで言うと第一テーマみたいなんですね。ちょっとやってください。ここからワン、ツー、スリー、フォー、ダルルルルン、はい、ストップ。そうするとこれは今リズム全く同じで、何が違ってるかと U ターンしてくる、上に上がる、上に上がる、上に上がるでクレッシェンドですね。で和音は手話音やったらサブドミナントで戻ってくる。で下の音はずっとラでやってますから、言ってみたらこれは4小節間本当は同じ和音なんだけど、3小節目でちょっとレミファソラってなって、ラシドシラ、ラシドレミに対してここだけは音が違いますよね。だからこの違うところからクレッシェンドがかかってくる。もう一回お願いします。前奏の次、はい、はい、変わって、そうですね。そしたらどういうふうに弾いたらいいかというと、この音源に従って何か変えてくださいっていうことを言った。まず戻ってくるんだからダラララです。